今日は足元の悪い中、花とアリス、殺人事件、公開記念、花とアリス、こちら2004年に公開された実写版ですね、の上映イベントにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。私、花とアリス殺人事件のプロデューサーを務めております石井と申します。今日は進行を務めさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、それでは早速ゲストの方をお招きします。スタジオジブリの鈴木敏夫さんと岩井俊二監督です。皆さん大きな拍手でお迎えください。本日は、足元の悪いところ、お越しいただきましてありがとうございます。花当たり殺人事件ですけど、まだ作っててですねまだやってるんですけど、事務所の方はもう騒然となってもう、スタッフがわらわらとまだ仕上げに奔走しているさなかですが、20日に公開というのを今日、あの入り口のところで見て冷や汗がこう出てるところです。お手柄がよろしくお願いします。岩井俊二監督が描く初の長編アニメーション作品、花とアリス殺人事件。2004年に公開された実写映画花とアリスの前日談となる物語。前作で主人公の二人を演じた鈴木杏と蒼井優が今作でも声優を務め、二人の少女の出会いを描いています。石の森学園中学校へ転校してきた中学3年生のアリスは、1年前の3年1組で起こったユダが4人のユダに殺されたという奇妙な事件の噂話を耳にします。アリスの隣の家は花屋敷と呼ばれ、近隣の中学生に怖がられていました。しかしそこに住む花という人物がユダについて詳しいはずだと教えられたアリスは、花屋敷に忍び込み、そこで不登校のクラスメート花と出会います。ユダは本当に殺されたのか、花はなぜ引きこもりを続けているのか、二人の少女の世界で一番小さな殺人事件の謎を解く冒険が始まります。ちゃんと完成版じゃないけれど、ある程度出来上がったものを拝見させていただいてね、これ本当に今日こういうところに出てきたから言うんじゃないですけれど、傑作ですね。いや本当ですか。傑作にもうなってますね。本当ですか。いや どうなんでしょうかね。いや本当にね、僕久々に何か映画ってものを見た感じで、14歳の女子中学生、はい、多分こんな感じなんだろうなっていうのをね、なんか説得力を持ってこちらに伝えてくれるんで、もう僕大体映画見ててね、キャラクターがなんかそういう風に見せてもらえるとすごい嬉しくて、もうそれだけで大体ガンときちゃうんですけれどね、まあ傑作だってことだけね、僕は声を大にして本当に言いたいっていうのか、まあ僕は岩井さんの作品っていうのは本当、まあひょんなきっかけで見始めたんですけれど、本当大好きで、まあね、このことここに至ってもね、やっぱり面白いもの、しかもアニメーションでしょ、よくね実写やってきた人がアニメーションをって、まあ普通の方そう思うと思うんですけれどね、まあ、僕岩井さんがね今寝てる間に勝手なこといろいろ喋っちゃいますけれど岩井さんの映画ってね、いろいろ見てきて勝手に思ってたことがあるんですよ。ご本人にも言ったことあるんですけれどね、なんて言うんだろう、一つはね、根底がある、それは明らかだなっていうのはね、見ててそう思ってたんですよ。だから、まあ、実は岩井さんとねある接点を持つとき、まあ、そのこちらにも目論みがあって、岩井さんならアニメーションを作れるんじゃないかって、そう思ってたんですよね。作り方そのものがそうなってる、だからまあ今回はね、まあ、そういうことで言うと本当は岩井さんってアニメーションやりたかった人なのかなってことを思わせたりくれたりして、なんて言ってると僕は本当に一人喋ってることになるんですけれどもともと10年ぐらい前に鈴木さんはね、この花たり殺人事件のシナリオを読まれてるんですよね。そうですね、僕はちょっと相談に行ってですね、なんとかできませんかねみたいな話で持って行ったんですけど、その時いろいろ相談に乗っていただきつつ、いろいろアニメについても教えていただいて、
あ、なるほど、そういろいろあるんだなと、勉強にもなったんですけど、いえいえ、あの思い出ポロポロのエンディングでした、思い出ポロポロじゃない、耳を澄ますですね、エンディングを見せていただいて、あの見るポイントを教えていただいてあのずっと歩いている人たちが映ってるエンドロールですね、そのいろんな人たちがこう歩いてるわけですけど、まあ、それを書いた方がいるわけですよね、であまりにもよくできてるんで、あの見るときは普通に流れて見ちゃうわけですけど、それを書いた人がいるっていう、それは子供もいればお年寄りもいて主婦もいて、それをこう歩いている日常の姿を書いた人がいるっていうのが、そうか、初めてそこから始まるんだっていうような、その書く人がいるからそこにそれが当たり前のようにあるんだというのを改めてなんかその話を伺って感動した覚えがありますけどね。今回岩井さんアニメ作る前に実写で全部一度撮影をしたんですよね。そうですね、そこから全てのアニメーションを起こすという手法、でも10年前も同じことをおっしゃってたっていうのか、そうです、要するにロトスコープをやりたい、これで僕ちょっと自分の記憶だとね、僕はあの多分反対した覚えがあるんですよね。そうですね思い切りあったりするこれで何だかって言ったら、まあ、あのこれね古い映画で特にアメリカでね、あの指輪物語とかバクシーっていう人なんですけれど、それからディズニーなんかもそうなんですけれどね、一旦役者さんでね芝居をしといて、そのフィルムを なぞる形で芝居をね、あの書くっていうんですか、まあ、そういうやり方があって、実はあの世界のねアニメーション界でそれを試みた人はほとんどが失敗してたんですよねでそれにあえて挑戦されるって言うんでね、僕は本当はあの岩井さん知らないからこんなこと言ってるのかななんて失礼なこと思ったんだけれど、まあ今回、まあ、それも見どころの僕は一つだと思うんですけれどね、それを使った効果が本当に出てる、やっぱりあの新しい使い方だなと思いましたね。というのはね、まあ、人ってね絵を描くっていうのは、ね、止まってる絵もそうですけれど動いてる絵も実は観察をして描きますよね、でそういうことで言うと、例えば宮崎駿なんかもね、まあ、実はあの観察をして絵を描くっていうことをずっとやってきた人で、これでやってるうちにね何も見ないでも描けるようになる、ところがまたしばらくするとね描けなくなるんですよ。そうするとまたどっか観察に行くなんていうことを繰り返してきてるん でそういうことで言うとね、その観察をして描くっていうね、どうやっておやりになったかは僕詳しく知らないですけれど、なんかあの人間がねその芝居やるよりもそれを絵にすることによってより印象が強くなるっていうのか、一つ一つが、それがなんかすごくね、まあ、見てて面白かったですね。まあ、なぞるって言うとね一見簡単そうなんですけど、やっぱ結局あの、まあ、描き手の人たちがいっぱいいるわけですけど、一枚一枚絵を描いてるわけですよね。だからその、まあ、もったいないというか、その一枚見ても立派に描けてる絵が、まあ、1秒間で8枚ずつこう消化されていくという世界で、だからなんかあの、まあ、それでもうまく動いたり、だ実写そのままなぞっても綺麗にならなかったり、いろいろやっぱりやってみると苦労はもうたくさんあって、あのやっぱ実写やってるとなんか、まあ、あの自然にこうなんか映ってしまうものがやっぱりその書かなきゃならないというところでやっぱり、こう自分の中でまだこう気づいてなかったり目覚めてなかったりしているものにいろいろ気づかされていくというか、なんかそことのこうせめぎ合いというか。でもその監督、岩井さんそのものの、その発見そのものがね、なんか見る人にも伝わってくる作りになってますよね。ああそうですか、だからそれがものすごい面白かった。これ実写だったらね見過ごすところが手で書いてあることによってね、再印象するっていうのかね、それがね、だからまあね、映画のテーマと表現が大きくいってすごい一致してたんで、それは僕すごい良かったですよね。あの背景も良かったしね。なんで少女ものなんですか、岩井さんにとっては。女の子の主人公の話って自分の中でもすごい多いんですけど、まあ、女の子が好きだからっていうよりもなんかあの自分が男であるなんか縛りから解放されるから、なんか自由になんか作れる感じがあるかなって気がするんですよね。なんかあの
男で男の友情物語を描いていくと、うん、やっぱなんか実物のモデルがいろいろ浮かんできすぎて、うん、なるほど、なんかこう余計なものがないんだ。そうですね、なんかだから、あ、そうか、女の子同士の友情っていうのはそれはもう本当に想像しなきゃいけないわけですよね。で意外とだから性別を、まあ、転換してるだけで実際自分だったり友達だったりも知ってたりするんですけど、それを本物のなんか男性同士でやると何かこう匂ってきちゃって自分の中でこう客観視できないというかいうのがあって、だからなんか女性キャラでやるとすごく楽に逆に自分の思い出とかいろんなものとか経験とかを割と盛り込みやすいっていう不思議なところがあるんですけど、2004年版の実写の花とアリスもやっぱり友情の話ですよね。ラブストーリーではあるけど、でアニメーション版はその2人がまさに出会った時のことを描いている。いやもう僕なんて言ったらいいか、これちょっと違うんですけどね、うん、まあ、日本映画の多くがなんだ若い男女の出会いを描くでしょ、うん、もう僕らだとねあんまりそういうのに興味ないんですよね、うん、さんざっぱら付き合った2人がねもうぐちゃぐちゃになってて腐れんで、でさあどうするっていう映画とかね、うん、でなければ一気に若い人とね本当に中学生ぐらいの友情とかそういう話の方のね映画を見たかったんで、だから本当そういう意味でもよかったけどね、うんうん、今回岩井さんが実写で撮ったものを元に、うん、キャラクターも背景も全スタッフが手分けして作業して、はあ、それが全部岩井さんの手元に集められて、うん、まあ、岩井さん自ら修正というか、うん、もう上から演出を加えてるんですよね。まあどうやってやったかは分かんないけれど、うん、もう完全に岩井さんの映画になってるもんね。そうですね、ここもアニメーション十数年やってるけど、うん、監督が最後ここまで手を入れるという作業が入ってるアニメーションは初めてですね。だからもうねアニメーションでこういう映画を作れるのかっていうことも新しい発見だったね、うん、まだまだ可能性があるってことですね、うん、だってみんながそういうことやってないもん、うんうん、細かいことなんですけれど、なんて言うんだろう、出てくるいろんなもの、例えばコンビニとかね、はい、要するになんか架空の名前をつけてあるでしょ、でタクシー会社もそうですよね、なんか鉄人とか鉄腕とか、そうあれって なんていうのかな、最近のアニメーションだとねみんな本物の名前を入れたがる傾向にあるんだけれど、 あれはなんか意図があるんですか。ものすごい細かい話ですけど、あの前 の今日見ていただくね、話こっちがそうだったから。そうなんですよね、うん、あそうなんだ。もともと設定を神奈川にしてたんですよ。でそしたらなんかそれこそ美術の種田洋平ちゃんと打ち合わせしてる時になんか地名をどうしようかって話になって、いろいろ話したらでも横浜のなんか地名ってなんか漫画家の名前っぽいよねって話になってそれでいっぱい出てくる。なんか藤子不二雄ならぬ藤沢があったり、なんか手塚ならぬ戸塚があったりとかしてるよねとか言って、そしたらなんか漫画家尽くしにしてみようかなってふざけて、そんな名前をちっちゃく散りばめ始めたらだんだんなんかそれが一つの定番のスタイルになってしまって、でとうとう今回まで引き継がれて、ね、なるほど、引きずってんですね、石の森学園中学校ですね、とか、あれ石の森章太郎と関係あるんですよね。そこからなってるんですけど、ね、そうですね、なぜそうなのかっていうと、ただなんか横浜の地名と漫画家さんの名前がよく似てたっていう、そうか、ただそれだけなんですけど、うん、あの人があっちの出身とか関係ないですね。関係ないんですよねでもなんかそれ尽くしにしてみたらそれはそれで一つのワールドになって、なんかそれはそれで面白い。それは感じましたね、妙な効果を生んでますよねそうなんです。飲むビールとかがなんかちょっとそれらしくなってたりとか、いろいろ、まあ、こっちの実写の時も鉄腕アトムの巨大な風船が飛んでましたね、はいはいはい、ありましたね、あれも最初のそのくだらない言葉遊びが発展して、いよいよ美術の方があんなものを用意してみたいになっていってもうさせるがままにさせてましたけどなるほど、今回一瞬ねトトロも出てきますもんね。あ一瞬そうですね、セリフでしょ。セリフですけどね、トトロって言った瞬間の口がトトロなんですよねそういういろんな岩井さんのオマージュも含まれてますね。あなるほどあれ自分で書いたんですよあのトトロの口は岩井さんが書いた、自分で書いたんですでも宮崎さんのやっぱ、ね、宮崎アニメもずっと子供の頃から見てるんで、うん、頭の中やっぱスタンダードとしてあるわけですよ。常にこうどのカットを、ね、こう考えても宮崎アニメだとこうやって動いてるよなみたいな
なんかこうやっぱありますよね、うん、続編で言っていいのかエピソード1なのかっていうところありますけど、そこら辺の思いっていうのはどうだったんですか。そうですね、まあ、普通はなんかある物語があってなんかっていう枠があるんだと思うんですけど、花とアリスってちょっとサザエさんみたいな話で、花がいてアリスがいれば何でもみたいなところがどっかあったので、意外となんか作り終わってもまだ話が止まらなくて、なんか気がついたらあのエピソード1的にそこも膨らんじゃったみたいなことがあったので、割と自然にそこまでたどり着いちゃったようなものではあったですね。意外となんか自分の中で終われなかった作品というか、不思議とずっとなんか開いたままで、うん、落ち着くのにずいぶん時間がかかったような感じがありましたね、うん、こういう映画を作ってやるとかじゃなくて、なんかなんとなく始まってしまってっていう、なんか入り口も出口もなかったみたいな感じがどっかあったのかなと思うんですけど、こうなんかキャラクター造形する上では、そのまあ、本来ね毎作品新作でやる中で作り込んでいかなきゃいけないんでしょうけど、ああいうのってなんか作り込めばいいようなものでもなかったりして、まあ、付き合ってきたキャラクターとやるっていうのはそれはそれでより自然にやりやすいところもあったし、なんかそこは新しい発見だったかもしれないですね。でも、まあ、僕なんか思ったのはさっき言いかけたことだけれど、やっぱり大人が見たってね、特に大人の場合はね、振り返ると人生で大事なのってやっぱり友達でしょ。実はね、異性じゃないですよね、うん、と同時に子供時代の記憶、この2つをねやっぱり提供してくれてるわけだからね、いいですよね、ちゃんとそういうのになるなって。で、僕こだわりがあったんですよ。こだわりってのは魔女の宅急便の時にね、あのキッキーがすぐね、あのトンボっていう男の方へ行っちゃうでしょ、あの町へ行ってから、はい、僕あれね揉めたんですよ、宮崎駿なんですぐ男の方へ行くんだね、普通は同年代の女の子と友達になることが大事で、それを踏まえたところで男でしょっていう話をねなるほどそうなんですよ。まあでも本当見てて、あの2人が本当良かったですよね今回。だからアニメーションってどこまでできるんだろうって、実写の方見ててね、それは実写だからうまくいくわけで、アニメーションだったらどうなんだろうって、ところが見始めてあっという間にその世界入っちゃったから、やっぱりね仕掛けられましたよね、うん、なんか若い頃になんか実写というかね、なんか映画をやりたいなと思った時に、なんか先に映画なるものに出会ってしまったというか、それを手に入れて、まあ、8ミリフィルムのカメラを回したら映るっていうようなところから、なんか その、まあ、プロになって映像を撮るようになって、なんかそのツールを持っているから、なんか自分はなんかやれるんだけど、そこに何を持ってきてっていう、なんだろう、そのツールありきで、そこで描ける世界って何だろうみたいなのをなんか追いかけてるうちに、そのことが当たり前になって、気がつくとその実写で撮ること自体は当たり前のことで、で何を撮ろうかっていうところになんかすごく躍起になってた気がするんですけど、なんか今アニメやってると、アニメってフィールドを手に入れかけて、なんかそこに次何を置こうかって考えるとすごくワクワクするというか、そこの景色に何が乗っけられるのかとかって考えると、この感覚を意外と実写で忘れてきた感覚、長くこう気にしてなかった感覚だなと思って、だから逆に実写をちょっとそういう目でもう一回見直さなきゃなっていう、だんだん慣れちゃうんですよ、やっぱね、そういうことにね、なんかそれが当たり前になっちゃうんで、いやそうじゃなかったはずだと思ったりして、うん、やっぱ人がいてなんかお芝居始めて、それをなんか映像に切り取るだけでなんかグッとくる世界って、ね、やっぱあるな、あったからやったわけで、何もなくやったわけじゃないと思うんですよね。なんかそのことをなんか逆に再発見させられた気もするし。まあ、今回その岩井さんの映画見ながらもうつくづく思ったのはね、映画は作るもんじゃなくて見るものなのかなって
やちょっと本当そう思ったんですよ。で見てね、いろんなこと言ってる、これは一番楽しいに決まってる、と思いつつね、ちょっと振りかかってくるんですよね。どうすんだお前はってそうするとね、やっぱり今の世の中考えるとね、本当何作るかってのは難しいんだなって。でもそういう時に、あそうかっつって、そんなね、大冗談に振りかぶらなくても身近なところにテーマっていうのは実はある、本当にいい映画を、ね、見させていただいてありがとうございました。まだちょっと完成品じゃないんで、もう一回見てみたいなんだと思ってみるんですけれど、ぜひねこの映画がヒットすることを陰ながら祈っておりますので、はい、頑張ってください。どうもありがとうございました。